弱い者、いじめをした人の末路。俺の名前は、ザコ、狙い。俺は、弱い者をいじめるのが大好きだ。おい、ナノ。なに？今日お前ん家に来ていい？いいよ。2時間後。えい、そこだ。いけー。はぁ、あ、また負けた。いた。何すんだよ。やい、ナノザーコザーコ。どうだ？悔しいか？悔しくなんてないし。そんな強がるなって。次の日、学校で。今日は待ちに待ったドッジボールをやる日だ。もちろん楽しみだぜ。なぜかって、それは弱い奴を当てる快感が味わえるからだ。いけ、ザコ。お前なら、あんなやつらボコボコにできるぞ。行くぜ。えい。いいぞ。よくやった。いやあ、それほどでも。ま、ただ単にいつも狙ってる弱い女子を当てただけなんですけどね。ドッジボールで弱い人ばかり当て続け。行くぜ、A や。どうだ、さすがにお前、弱い人ばかり狙いすぎではないか？いくらなんでもかわいそうらよ。ええ、別にいいじゃん。違反じゃないんだから。いやいやいや、あの子さすがに、辛そうだよ。やめてあげな。もうそれ、やべえ、無のいじめだよ。さらに、いじめがエスカレートしていき。なんだお前、弱いくせに、俺様に逆らいやがって、生意気だぞ。ごめんて。だから、許して。ごめんで済むとでも思ってる？それはそうとして、俺、実はボクシング習ってるんだ。俺の力が試される時が来たようだな。やめてください。思う存分殴ってやるぜ。ちょっと、何を。うは、やめて。だー。その後、噂が広がり。おい、何してんだお前ら。うわ、来やがった。何されるかわかんないから、あっち行こう。何なんだあいつら、逃げるとか雑魚。警察だ。お前を暴行罪と傷害罪の疑いで逮捕する。あ、